はいみなさん、こんにちは。こんばんは。コ民チャンネルのショーが今日は太陽光発電をお送りいたします。よろしくお願いいたします。いやー、素晴らしいニュースが続々と入ってきましたよ。えー、まずあの、岸田総理騎士ですね。岸田総理騎士。あのウッキーを電撃訪問したためにですね。ま、その効果があってでしょうかね。あの、支持率が、支持率上昇。おめでとうございます。48%。 かなり上昇しました。よかったですね、キッシー。頑張っております。まあ、そのキッシーの内閣政府によってですね、まあ、あの、自然エネルギー。ね。今はエネルギーは大事です。ですから、まあ、重要な決断を下されたんでしょう。素晴らしい。あの、太陽光発電。ね、前からありましたけれども、ソーラーパネルを設置して、太陽光で電気を起こす。 これが、まあ、クリーンなエネルギーとして、まあ、続いてるわけですよね。これはいいことですよ。ね、私も、あのー、まあ、微弱ながらですね、太陽光発電家で、マンションですけどやっております。発電しております。とてもいいです。これをですね、まあ、国が推進して、まあ、ガンガンやろうということで。いやー、素晴らしいですね。で、 どういうふうな形でやっていくのか。ああ、その前にあのフィンランドでですね、あの、まあ、透明な太陽光パネルが、まあ、発明されてですね。だからそれをもうあのフィンランド政府はどんどん推進して、まずあのビルの窓ガラスをそれに取り替えなさいとです。ガラスにもう入っちゃってるんですよね。で、もう普通のガラスなんですよ。だけど電気を起こせるんですよね。でそれにどんどん取り替えたり、まあ、あの、通常の今のガラスの上に貼ったり、まあ、いろんな まあ工事はできるんですけど、そういう設置の仕方で、まあ発電量を今増やしていってます。まあいいですね。すごいアイデアじゃないですか。まあ世界中で販売してるので、まああの発注すれば、まあでも、ちょっと発、あの生産量はね、そんなに多くないんで、かなり待たなければいけないらしいんですけど、ただまあそういうものもあるということですね。うん。で、あのまあ日本、まあフィンランドと同様にね、 太陽光発電を増やしましょうと。うん。いいことですよね。で、えー、まあ、その内容ですけど、まあ、今、遊んでいるね、あの、活用されてない森林。これをね、太陽光パネルで取り替えてね、発電所にまあしましょうと。いいことですよね。活用されていない森林。あれあ、でも、森林って普通、 活用されてないから森林なんじゃないかと思うんですけど、あのね、あの活用している森林とかな、聞いたことないですから、あの、森林っていうのは自然のものなんでね、活用されていないから、人の手が入っていないから、まあ森林なんですよね。でもまあ、うん、まあどうなんでしょうね。活用されていない森林。まあ活用されていないので、あの、そこ無駄なんでね、切って、全部根ごとバンバン取っちゃって、根っこもね。 で、平らにして、で、太陽光パネルを設置して、そこにもう数千枚、数万枚設置して、まあ先ほどから映ってる画像はそうなんですけど、日本ですよ、これはね。こういう風にしましょうと。あちこち。で、あの、ちょっとした池みたいな、まあ湖のちっちゃいもの、まあ活用されてない湖。<laughs> 活用されてない湖ってすごいですよね。あの、埋めちゃってね。水抜いて埋めちゃって、で、そこに、 あの、太陽光パネルをね、まあ、次々画像切り替わりますけど、ご覧いただいて、これ全部日本ですからね、あの、数千枚、ね、あの、発電用に。で、まあ、あの、活用されていない土地。まあ、野原とかね、あの、まあ、広大な、そういう、まあ、木はそんなにないんだけれども、活用されていない土地がある。あ、これは、パネルを設置しなきゃ。ということで、まあ、次々とパネルを設置。 ま、国が推進してるわけですからね。で、電気を起こしましょうと。で、あのー、すごい観光地でね、ああ、眺めがいい、山の上からね、いいねーって見たら、あの、活用されてない土地がその下に広がっていました。活用されてないんですから。まあ、あの、牧場だったりね、広大なね、活用されてない。今はね、あのー、まあ、牛を育てるのもね、今、 あの、牛やめてくださいって言って、一頭処分すると15万とかもらえるので、まあ、あの、その牧場がなくなっちゃったんですね。そうやってあの、牛を処分しちゃったんで、廃業されたんでしょう。で、牧場が広大なね、あの観光地の下に広がっていて、いや、あの、活用されてない牧場なので、うん、あの、パネルを置きましょう。ということで、まあ、こんなね。で、せっかくハイキングで山の上に来て、ああ、いい景色だね。遠くまで見えて、今日はいい天気だね。 ちょっと下を見たら、パネルが数千枚広がってるけどね、こういう感じで。うん。あの、どんどんこういう風になっていってるんですよね。果たして、これ、いや、素晴らしいですね。いや、果たしても何もない。間違えちゃった言い方。素晴らしいですよね。だって、ね、あの、山に登って、3時間ぐらいかけてね、やっと山に登って、頂上に着いて。いやー、いい風景だねって言って、ちょっと見たら、 人工の太陽光パネルが数千枚見えるんですよ。素晴らしい。ね。自然と人工の調和ですよ。これが素晴らしいじゃないですか。山に登ってね、自然を満喫すると同時に人工的なものも満喫できるんですよね。その調和のバランスがすごい。ね。これがね、いいじゃないですかね。これをどんどん進めていって、 あの、すっごい増えるんですよ、こういうところが。国がガンガン今進めていってるんでね。どんどん増えていきます。だからもしかしたら、あのー、ね、地方の方に住んでいて、家の周りの活用されてない部分があったら、<laughs> 活用されてないところがあったら、まあ、いつの間にかこういう工事が始まって、まあ、設置されるということになっていきますよ、これは。あの、どんどん今、あの、推進してるんでね。 まだまだこれから、まあ何百箇所かこういう感じになっていくんですけど。だからまあもうものすごい、あの、量ってことですね。電気をこれで賄っていくんでしょうかね。よくわからないですけども、あの、素晴らしいいやーとにかくね、あの、支持率も上がりましてね、もう追い風に乗っかって、もう吹き上がるタコのごとくですね、舞い上がってきています。勢いついてます。 この勢いに乗っかって、まあ、こういうね、太陽光発電、推進されていて、まあ、エネルギー問題に真剣に取り組んでらっしゃるというね、政府の意気込みが感じられる、まあ、そういう、あの、ニュースでした。素晴らしい。ね。素晴らしいと思いますよ。<laughs> ということで、えー、今日はですね、太陽光発電についてお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。